鶏つくねタレを作っていきます。まず玉ねぎをみじん切りにします。玉ねぎ甘い色になってきたら、鶏ひき肉、玉ねぎ、塩コショウ混ぜます。沸騰しましたら常温の卵を入れます。つくねを焼いていきます。A few moments later. 中まで火が通りました。タレを作っていきます。料理酒、みりん、砂糖、醤油、フィニッシュ。